はい。皆さん、こんにちは。今日は、ボイスピークの第2弾解説をしたいと思います。YouTube に少し質問がありました。画面の下の方のアクセント、イントネーション、長さなどのパラメーターがあまり使い方がよくわかりにくいということでした。確かに、今日までのソフトを使っている方にとっては、 ちょっと癖が違います。どういうことかと言いますと、アクセントは自動的に AI が処理する部分が多いんではないかなと思われます。通常アクセントを触ると、今までの TTS Text to Peak というソフトたちは、アクセントというのはあっても、イントネーションがないというのもありました。 また最近ではボリュームというような変更もできるものもあります。ボリュームが基本的にはイントネーションに近くなるのかもわかりません。そこで今画面であまり変化がありませんとひらがなばかりで打ってあります。そしてそのアクセントは平とあがちょっと下に下がっている状態です。ちょっと聞いていただきましょう。 一行だけ聞くというのは最終行なのであまり影響がないんですけれども、例えばこんばんはでカチンと押します。そして再生ボタンを押します。こんばんは、こんばんは、あまり変化がありません。このように順番に再生してしまいます。でも、こんばんはを能動的になぞるようにしておけば、こんばんは、この行だけが再生します。または、 画面下のところで言葉の先頭のブロックをクリックすると、こんばんは。このように一つの行だけが再生されます。話を元に戻します。例えば、このあまり変化がありません。これをなぞっておいて、そして今の初期値をもう一度聞いていただきます。あまり変化がありません。ヘイトアあをあげます。 あまり変化がありません。ほとんど変わらないですね。もう一度下げます。あまり変化がありません。いわゆるアクセントではそんなに変化がなく、AI がその部分を担っているように感じます。それよりもこのイントネーションでいろんなものを作っていけるように感じています。あまり変化がありません。あまり変化がありません。 標準語に近いわけなんですけれども、関西弁でやるとしたら、あまりが同じような位置で、へが上がることには違いありません。変化のうんがちょっと下がります。かもちょっと下がります。 あまり変化がまでは同じようなぐらいでありませんの間がちょっと上がります。これでちょっと聞いていただきましょう。あまり変化がありません。まだおかしいですね。あまりはいいと思います。本来はリーがちょっと下がりたいので、あーとまを少し上げます。あまり変化がありません。 これでもおかしいですよね。これでもおかしいはずです。あまり変化がありません。ちょっと下から行ってみます。あまり変化がありません。あまり変化がありません。あまり変化がありません。この運を あげることによって関西弁からは遠ざかります。運を下げてみます。あまり変化がありません。あまり変化がありません。あまり変化がありません。はい。うんより川が若干下がる方が関西風になります。あまり変化がありません。川もうちょっと下げます。 あまり変化がありません。あまり変化がありません。あまり変化がありません。このありませんの理由を挙げると語尾を強くするような感じになります。ありませんですから、これも下げておきます。あまり変化がありません。間も上がるとちょっとおかしいですね。 今、関西弁の話です。あまり変化がありません。リートマーが下がってると関西風に聞こえます。あまり変化がありません。せいもちょっと下がって、運がちょっと上がり気味。これぐらいがあまり変化がありません。あまり変化がありません。かなり関西風になってきました。 あまり変化がありません。ここで、性が高くなって、運が低くなると、また関西弁から抜け出します。あまり変化がありません。線というからです。線でいいですので、どちらかというと、運の方が高い方が関西風になりやすいです。あまり変化がありません。 あまり変化がありません。はい。このようにして作っていくわけです。ですから、イントネーションに方が、そういう標準語と関西弁のような形は作りやすいです。他の挨拶に対してもやってみます。この3行目が標準です。標準はこのようになっています。こんにちは。運が上がるんですけれども、僕が 聞いてる東京の人はもう少し変わったイントネーションをします。ここです。はい。このように、うんが上がって、にが下がるような、これが僕の思う標準語的な会話になります。こんにちは。うんがちょっと上がり気味で。で、には下がり気味。こんにちは。ちが。 ちょっと上がり気味。こんにちは、えー。僕の思ってるですけれどもね、こんな感じです。ありがとうございますもそうです。標準というか、最初の初期値はこんな感じで、リート側が上がってて、こうずーっとまた下がって上がるという感じです。ありがとうございます。そして、僕が作った方は、リーをちょっと下げています。ありがとうございます。 ガーはもう少し下げ切りでもいいと思います。ありがとうございます。ザーなんかをちょっと上げると少し変わった喋り方になります。ありがとうございます。でも、まあいい感じですね。ございますというふうにするんなら、間をあげるといいです。ありがとうございます。まあ、耳で聞いたようにすればいいということにはなるんですが、 慣れがやはり必要です。そして、長さも設定できます。今、ありがとうございます。という風うに喋ってますが、例えば、ありがとうございます。まあを長くすることもできます。もちろん、それ以上長いときは、伸ばす音とかを入れたらいいんですが、まずこれで聞いていただきます。ありがとうございます。これを、 前の後ろにハイフンをつけます。ありがとうございます。さらに長くなりましたが、あーをもっと長くします。ありがとうございます。このように、超音と、そして、まあ、ここでの長さ、これを上手にコントロールするとかなり複雑に話ができるんではないでしょうか。もちろん、ここで、 音の速さなどを変えることで、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、例えば、幸せ。ありがとうございます。ちょっと元気になりましたね。楽しみをかなり大きくあげます。ありがとうございます。幸せをさらにあげます。 ありがとうございます。かなり元気になってきましたね。今度は怒りをあげてみます。ありがとうございます。怒りというより、日本語で言えば、ふてくされたというような雰囲気になってきます。これに幸せなどを混ぜたらどうなるんでしょうか。ありがとうございます。複雑ですよね。どちらかというと幸せが勝っています。 同じぐらいの量にします。ありがとうございます。そして今度は悲しみです。マックスにします。ありがとうございます。まあ、悲しいというよりも、寂しいというのが近いですけれども、これらは特にこうやって複合的にやった場合は、ここでプリセットというのを登録することができます。 幸せ悲しみという風にしておきます。そうしましたら他のパラメータをこのように触っても、ここで自分のユーザー登録は下の方に登録できますので、すぐに戻すことができます。それらに対しては画面の上に全体の登録がありますので、全体の感情として悲しみというのを上げておきます。 そうすると、全体が、こんにちは、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これに対して、幸せをマックスにします。悲しみは逆に下げておきます。そうすると、こんにちは、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。ありがとうございます。 ありがとうございます。全体のパラメータと個別のパラメータをうまく使い分けましょう。前回にも説明していますが、ボイスピークがとってもうまく考えたのは、一つのテキストエリアは全てが時間軸でできています。この時間軸を編集することもできます。 例えば二つ目のところで少し遅らせておくとかいうこともできるようになります。ここで0.5秒を遅らせます。そうすると,2とこ、こんにちは、こんにちは、こんにちは。二行目のところのこんにちはと言ってからタイムラグがありました。このように発音のタイミングを切り替えていくことができます。 約2年前から AHS さんにも相談もしていました。そして、また皆さんが無料で使えるように、ユカリネットコネクタの開発者の方にもいろいろご相談をしていまして、このボイスピークと同じような機能をつけていただくことを、ボイスピークが出る前からご相談していました。 いつ実装できるかはわかりませんが、字幕ファイルの読み込みなどで漢字コードがうまく読めないところなどももう改良していただいて、新しいソフトが出来上がりつつあります。そして、ここで通常は出力というのがあります。ここでは字の出力もできますし、音声の出力もできるようになっています。新規プロジェクトという名前で、 保存します。WAB の形式でサンプルレートを変えることもできます。そして文字セリフもこのように保存できますが、今は音声だけやってみたいと思います。そしてブロックごとに分割して保存。これは外しておいて一連の WAB ファイルを作りたいわけです。これで出力という風にします。 ダウンロードフォルダーに出力してみます。はい。このように Web ファイルができました。ダウンロードフォルダーを見てみます。はい。新規プロジェクトという名前でこのようにできています。再生をしてみます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。 ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは、あまり変化がありません。このように Web に時間軸でなってくれるとですね、前回の動画でも示しましたように、自分が作った生声の動画から、ブリューというような無料ソフトで音声認識をしまして、SRT ファイルという字幕ファイルに書き出します。 そうすると、ボイスピークはそれを読むことができますので、発音のタイミングを時間で管理してくれます。そして、w a v ファイルができますので、動画編集ソフトで自分の生声とキャラクターボイスを入れ替えるだけで、即座にキャラの実況動画などができるということになります。ボイスピークにおきましても、今画面の下の方でいろ パラメーターを変更したら、一番上の再生ボタンを押すしか機能がありません。これはとっても不便ですので、AHS さんにも改良を相談しています。ショートカットキーとかで再生ストップができるようにしていただかないといちいち上まで押しに行くのはとっても手間です。スペースキーなどは 文字入力が中心のこのボイスピークでは使えないですので、ショートカットやファンクションキーをうまく使えるようにしていただけると便利になっていくのではないかなと思っています。それ以外もこのように時間軸を編集できるわけです。編集できるわけなのに、この出力のところにもう一度インポートのように変更をしたものを srt ファイルで書き出すようにしておかないと字幕ファイルとの時間差ができてしまいます。必ず srt ファイルの出力は欠かせないと思いますので、それも要望として出しています。ぜひ、ボイスピークのいいところをうまく使ってほしいんですけれども、この音声合成技術というのはたくさんの人が とっても便利になる可能性を秘めています。もちろん、視覚障害者の方には最高の技術ですし、これからのビジネスプレゼンテーションとか、そして教育現場、いわゆる教材作りですね。そのようなところでも使っていける新しい技術だと思いますので、ゆかりネットコネクターというソフトが Windows バージョンですがあります。 それをうまく使えば、このボイスピークと同じような時間軸で管理できる機能も今現代も搭載されています。もう少し改良は必要だと僕は感じているわけですけれども、それであれば全て完全無料のボイスボックスというソフトなどがありますので、無料ですべてできるようになるわけです。ですから、ぜひとも開発者の方にも お願いして、無料でできる環境を作ることにみんなが協力してやれば、すごく音声合成の未来も変わっていくのではないかなと思って期待しています。村長でした。